ミシェル・セネシャルは、フランスのテノール歌手。優れた歌唱と演技で、性格テノール役、同系役の名手として、長年にわたり、フランスを中心に、オペラと、オペレッタで活躍した。フランスのパリに生まれ、パリ国立高等音楽院で声楽を学ぶ。1950年に、ブリュッセルのモネ劇場でデビューし、1952年には、パリオペラ座とオペラコミック座にデビューしている。 1952年ジュネーブ国際音楽コンクール声楽部問題1位。独特の味わいのあるコミカルな演技が特徴で、主役はもちろん舞台の芸術性を凍らしめる存在感のある名脇役としても有名である。フランスオペラ、イタリアオペラで欠かせない名優テノールとして数多くの録音を残している。得意とする役はホフマン物語の同系4役や、 フィガロの結婚のドンバジリオ、オリー・ハクシのタイトルロール、エフゲニー・オネーギンの無シトりケ、長長夫人のコロウなどの個性的な役が多く、オフフェンバックのオペレッタにも数多く出演していた。レパートリーはラモロなどのバロックオペラから、メシアンなどの現代音楽まで幅広く、また1979年からは、オペラ座の声楽学校などで指導者としても活動していた。 2018年4月1日、天寿を全うした91歳坊津。ありがとうございます。